はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、2022年1月16日日曜日0時13分に収録しています。ヤフーの見出しはですね、トンガ噴火影響ハテナ、日本で気圧変化、トンガ噴火、首都に 1.2 メートルの津波、死傷、東大受ける叫んだ少年、公明参院選自民推薦見送り検討、高速トンネル内青い光の正体は、賭博容疑の力士2人関与認める、大相撲の土俵安全性に疑問の声、柏木由紀がコロナ感染療養へという見出しになっています。 A ボタンを押すのね。はい、じゃあダイジェスト版ね、やっていきたいと思います。これですかね、これやっていきたいと思います。 A ボタン、はい、運転スタート。1時間ぐらいで終わると思うんだよね。死傷、東大受ける叫んだ少年。死傷っていうのは、刺すに傷って書く死傷ですね。東大、岡山行きが、東大で、なんか、ドアが閉まります、ご注意、受ける自信がなくなったって言ってね。学校の近く敷地内で火をつけたのか、火をつけたんだと思うんですね。放火なのか、それで怪我人も何人かいるようで、それがニュースになってましたね。はい、閉じめとく。はい、正義高い発射、まあ、こういう感じで行きまして、でも E 版の新幹線久しぶりだな。そうしてみると、まあ久しぶりね、やっていきたいと思います。信号120、ETC の速度に、指示速度に従って運転してください。1時間止まればいけ。明日も仕事なんですよね。仕事ない、こんな時間待っちゃったね。今日仕事休みでちょっと寝すぎちゃったっていうのがありまして、なんでね、まあ多少遅くなってもいいのかなって。ありがとうございます。さすがに今日も仕事だったら起きてられないと思うんで。のぞみ号岡山行きです。あ、岡山行きなんですね。途中の停車駅は小倉、広島、福山です。もう福山、次は小倉に停まります。118キロ、さあ170になってくれるか。お、来ました。140キロって難しい。スーパーエクスプレス、あ、ダメか、やっぱ難しいね。230、岡山まで行かなきゃいけない。岡山、博多から岡山か、結構長いな。そしたら次小倉、270。ダイジェスト版では長い。もうダイジェスト版これしかないからね。プレステ2版の新幹線でね、Wii 版のね、新幹線そんな難しくないって言ってました。なんかヤフー、Amazon のレビューで見たら、プレステ2ほど難しくないみたいなこと書いてたんでね、ああ、じゃあなんのかなって、まあそのレビューを信じるのであればってところですね。プレステ2版の新幹線ダイジェスト版もやって、ちょっと動画の数稼いでっていうところかな。280、とうとう280まで来ました。80で上がる。あ、80だとさすがにスピード乗らないか。9にしても
J2 扱いにしてくれた。お、286位だ。86はいいんだ。9、10、あ、やっぱ10ノッチだと上がる、スピードが上がって、今上り勾配だから。あ、275、160km までスピード落ちてる。あんまりスピード落としすぎるとね、めんどくさくなっちゃう。ご乗車ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まもなく小倉です。降り口は左側です。左側の13番乗り場に止まります。お忘れ物、落とし物など、ございませんように十分ご注意ください。はい、落ちない。小倉の次は広島です。スピード上がっていいですか。69にしとくか。信号70。もう停車駅は近づきました。で、制限30。13番乗り場ご注意ください。電車入っております。16確認よし。信号30。信号30。さあ停車駅近づけましょうと。難しいんだよね、この停車って。案外難しかったりするから。信号30。15秒。こういう感じで、あ、まあここは結構あれだね、広めだね。OK、 うわ、5秒遅れた。やっぱグッと遅れた。まあ、ダイジェスト版だからね、そんなに気にしなくていいでしょ、5秒遅れても。これな、700系新幹線違うよね。700系でいいんだっけ。小倉です。小倉です。65ポイントくれた。ご乗車ありがとうございました。合格。13番乗り場、のぞみ号、岡山行きが発車いたします。はい。ドアが閉まります。ご注意ください。ご注意ください。お見送りの方は黄色い線までお下がりください。でもどうですかね、ウィーバンの新幹線って。なかなかやってる人いないんじゃないですかね。あ、持ってる人も少ないですよね。閉じめて出発しよう。小倉発車、デイハツ小倉新下関間、旅行ノッチ制限確認。なかなか持ってる人もいないんでね。旅行ノッチ制限ともになし。もうドリキャス版の電車でゴム終わっちゃいましたし。信号120。もう何やっていいかって、やるゲーム電車でゴシリーズではもう新幹線しかないから。ウィーバンの新幹線と
プレステ2版の新幹線しかもうやるゲームない。あとトレインシミュレーターのね、電車でこうやって、あの東急のやつね、東横線やってて、2000系が難しいらしいですね、あのトレインシミュレーターのね、東急。高浜鉄道さんに教えてもらったんですけど、今高浜鉄道さんもね、東急のトレインシミュレーターやってますけどね、なかなかうまく止まれないって言って苦戦してましたけどね。あ、下り勾配か、170。お食事とお飲み物などをご用意いたしまして、後ほどお席までお伺いいたします。どうぞご利用ください。お飲み物の自動販売機は13まであるってすごい。7号車11号車15号車にあります。まあ、東急やるってなるとな、15号車です。携帯電話ご利用に全然ね、あの初代プレステの本体全然立ち上げてないからね。初代プレステやろうかなって思ってんだけど、さあ220行くか、あ行かないや。新下関通過、停車場席とかって言うの。どうなんだろう、時間あるのかな。時間間に合えばいいけどね。270両馬に近づいてきた。Will be available at your seat. Storage vending machines are located in cars 3, 7, and 15. The passenger seat is in a car number 10. While in the car, we ask that you switch your mobile phone to silent mode. 285. 285. 285.ちょっと点数扱いにしてもらってるけど、旅行ノッチ制限確認、旅行ノッチ制限ともになし。次は朝ですね。283キロ。でも電車で GO シリーズもね、遊び尽くすとなくなって、まあ別に難易度も変えたりすればね、別にいくらでも遊べんだけど、なんか目的があってやってたからね、今まで。寂しい限りだけど、まだ実況してないプロフェッショナル仕様やってみるか、話しながらやってみるっていうのも手だけどね。プレイ動画で上げてた部分もあるからね、プロフェッショナル仕様に関しては。なかなかスピード上がんないもんね。停車場設計員やべ、186位だと。難しいね、調整が。
難しい。285円か。ああ、なんか取れた。知らないけど、なんか知らないけど。仕事っていうか、まあ今日仕事だっつうのにね、こんな夜遅くにゲームやってるっていうのもどうかと思いますけど。しかしな、 Wii 版の電車で5までやるとは思わなかったな。ドリキャス版もやるとは思わなかったけど、なんだかんだ言って電車で5やってるもんね。師匠がね、あのパソコン版の免許を取ろうやってんですけどね、あの人変態だなと思ったけど、そこまでしてやりゲーム実況やり変態だなと思ってしたけど、人のこと言えないわ。でもあのパソコン版の免許を取ろうってね、なかなか手に入んない。今もう出回ってないんじゃないですかね。どこ探してもないやつですからね。本当に出回ってないから、メルカリでも出回ってないからね。すごいの手に入れましたね。あー、これ難しい。8ぐらいにしておくか。パソコン版の免許を取ろうね。あれでもオークションでヤフオクで見たけど、あれ3万とかそのぐらいしたから、ね、相当なお金出して買ってると思いますね。グッドさんね、あのパソコン版の免許を取ろう。あそこまで行っちゃうと変態ですよ。それでなくてもね、プレステ版のあの免許を取ろうやってる。一番やってんじゃないですか、免許を取ろうね。世界でも一番やってんじゃないですか。そんだけ免許を取ろうやってどうすんのっていうぐらい変態です。まだね、そんなあのグッド師匠だと収益化になってるけどね。僕の場合こんな Wii 版の電車で GO やら、トリキャス版の電車で GO やら全部やってますけど、収益入ってこないですからね。金入らないって分かってるけどな、バカなことやってるから、ね。まあこっちの方が変態っちゃ変態だ、変態だけど、まだ金になるんだったらね、目標もあっていいけど、金にならないからね。まあ金にならなくてもね、まあこんな面白いゲームに会えるんだったらまあいいんだけどさ。あれ230間に合わないか、これ間に合うか、大丈夫。あ、行った。170。これ電車じゃないよね、通過だよね。通過なのに170落とすんだよ。珍しいですよね。人口170。徳山通過。上がるか、どっち8でやった上がる。スピ
ピードがいまいちつかめない。162でいいのかな。わかんないね、これ。ちょっと、もち1でもいいんじゃない。で、こっからスピードを上げていくパターンにしましょうか。やべやべ。あまり、あれだよ。徳山通過、鉄。鉄。徳山新岩国間、旅行のち制限。18だってやっぱスピード上がる。旅行のち制限、ともになし。230。まだ新岩国通過ですね。お、275も出している。信号230。信号230で、275もいい、 OK。 お、285もいい。チャンネルさんも相当金使ってるからね。あの人のチャンネル見ちゃうと金かかってしょうがないから、あんま見ないようにしてたけどね。本当にあの人はね、面白そうなゲーム持ってくるからね。そんな持ってこなくていいっていうか、そんな動画上げなくていいっていうか、いい意味で。グッドさんの影響を受けるからね。多分グッドさんいなかったらこんなに電車で動いやってなかったと思いますけど。まあ面白いからいいかっていう感じですよ。金は結構使いましたけど。面白いゲームがあるんだったらまあいいでしょうと。まあ動画ネタもね、まあないわけじゃないからね。全くネタ切れはには困ってないんだけどさ、ネタ切れには困ってないんだけど、あの鉄腕やんないといけないなって思う。実はあの電車のレースゲームのやつで、あれも久しぶりにやってみたいなっていう思いは。でもまずプロフェッショナル仕様かな。あの電車でゴー3のね、通勤編の鉄人モードやってもいいんで、難易度ハードにして、ね、それでもいいんだけどね、別に。難しいんだけど、ね、鉄人モードノーマルモードでも結構苦戦したから、あんまやりたくない。停車場接近、停車場接近、新岩国。でもグッド鉄道チャンネルってユーザー名また変えました。グッドライブチャンネルになってました。ちょっと見たら、いろいろ考えてんですね。いろいろ苦戦してやっぱり、ね、あんだけ登録者数がいるチャンネルでも、ね、やっぱ悩むんですね。まあそうですね、収益はかかってます。新岩国広島旅行の地制限確認、旅行の地制限ともになし。もう僕なんかね、もう収益化一生ならないチャンネルだと思って開き直ってやってるから失うものがないんです。なんかよくね、 YouTube とか動画でさ、登録者数100人いかないチャンネルの特徴とかって動画出てあるんですよね。
でもその典型的な例にこのチャンネルどっぷりハマりますから、全部当てはまるから、サムネイルをしっかり作り込んでないとかね。これもそうなんです。このチャンネルそうなんです。動画アップロードするとね、なんか3通りのサムネイル自動で設定してくれるんですよ。その中から選んで動画アップロードしてるだけですからね。あとなんだっけな、あとゲーム実況なのに喋ってないとかね、あんま喋ってないとか、これもこのチャンネル当てはまるんです。まあそれでも100人いっちゃってるから、まあ電車でこうっていうブランドがそうさせてんだと思うんですけどね。やっぱり本当のオリジナルコンテンツだったらここまでいかないと思います。まあ275,000,275厳しい。これで人口200、ダメか、失敗した。あと自分の声がなんかゲームのとゲーム王に負けてるっていう、それもダメな特徴なんだよね。今はだいぶマシになりましたけど、相当前の動画それなんですよね。それに当てはまってるんです。まあ、それでも、ね、100人超えちゃってるから、ね、やっぱ電車で号ってすごいんですよ。あと電車大好きプラレールがいっぱい、電車大好きプラレールがいっぱいやってなかったら、多分今は110人ぐらいチャンネル登録者数が、ね、このチャンネル登録していただいてる方がいるんですけどね、多分電車大好きプラレールがいっぱいやってなかったら、多分まだ70人とかそんぐらいじゃないですかね。ご乗車ありがとうございました。50人とかそんぐらいじゃないですかね。まもなく広島です。14番乗り場に止まります。よくね100人超えたな。ございませんように十分ご注意ください。まあ長くやってれば100人は超えるのかなっては思ってましたけどね。でもこんな早くチャンネル立ち上げて、こんな早く100人いくのは思ってなかった。下り勾配なんで、スピード上がる。14番乗り場ご注意ください。電車入っております。16確認よし。信号30キロ落ちる。もう大丈夫か。これがね、ほんと難しいね。ギリギリ。あと15秒。あと10秒。はい、ね、で、合格範囲が広いだけ。お、直線自転車の速度。やっぱ5秒遅れてんだな。広島停車定着閉じめ。でも5秒遅れても合格扱いしてくれるから楽だよね。ああ、このアングルいいですね。広島です。長い。広島。ダイヤの定格は40点。ご乗車ありがとうございます。結構甘いね。点数甘い。岡山行き。一回ぐらいグレート取ってみたいけど無理でしょ。ご注意ください。お見送りの方は黄色い線までお下がりください。1時過ぎるか。ドア閉まります。ご注意ください。まあこれ終わったらすぐ寝ますけど。信号70。旅行ノッチ制限確認。旅行ノッチ制限。
かんないね。全然ダイヤのプレステ2版のね新幹線やってんだけど全然遊べるダイヤが増えない。なんか水曜日じゃないと遊べないダイヤとか、なんか月水金とかなんか曜日によって遊べるダイヤがあるないとかあんね。毎日やんなきゃいけないの。でもあれ休み、仕事休みの日じゃないと遊べないなゲーム。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。信号120。この電車はのぞみ号岡山行きです。途中の停車駅は福山です。ああ鉄道の辺でいいの。車内のご案内をいたします。どっち寄って J2 して1号車2号車3号車です。スマートフォンでゲームやるっていう感覚がね、あんなちっちゃい画面でやろうって思わないんですよね。もうテレビはちっちゃくてもいいから、こういう家庭用ゲーム機で遊んでいたいっていう気持ちがね強いんですよね。携帯電話ご使用についてお願いいたします。車内ではあらかじめマナーモードに切り替えるなど、なんかこういうゲーム機で、家庭用ゲーム機で遊ぶ方が一番、携帯ゲーム機も確かにいいんだけどね。スマホのゲームではあんま遊ばない、遊んだことがないかな。うちの親なんかね、結構スマホでゲームやったりしてんだよね。よくやるなって、あんな小さい画面って、まあ、小さい画面、まあ、iPhone なんですけどね。 iPhone もまあ画面大きい、小さい方ではないですけどね。大きいスマホでは大きい画面の方だと思うんですけど、よくあんな小さい画面でやるなっていう思いはある。ああいうゲームって課金だからね、なんかね、武器になって金使いそうになるんで、ね、ああいうのもちょっと僕嫌だって。停車場接近280円。取れた、すげえ。まあ、基本電車で号って課金とかそういうのないからね、まあいいんですけど。185まで行けるか。ああ4秒、1秒回復。さんうまいなって思いますけどね。まあスポンサーっていうか、なんかバックもいるしね。あの食パン、プロフェッショナル仕様の食パンもなんか運行
付き運行管理表みたいので、視聴者さんにもらってそれを見ながら運転してね、クリア、まあ、クリアした仙台撮り鉄さんもすごいですけどね、その運行スケジュール表で、ね、渡した視聴者さんもすごいなって思います。エリアードでやる人だからね、やろうとするだけすごいけど、すごいですけどね。もう電車で豪快の大谷翔平は、僕は仙台撮り鉄さんですね。あの人はうまいなって思います。285ぴったり、ほぼ点数だと、これはマイゼロですね。予報をノッチ制限確認、光レールスタート、導入なし、ゲームチャンネルさんも上手いですけどね。あの人の場合攻略本とか見ないでやってるからね、多分見てないと思う。まあネットで調べたりとかはしてるとは思うんですけどね、攻略本見ないでぶっつけ本番みたいなところでやってる人だってね。神戸の道福山旅行、あれはあれですごいと思いますけどね。予報ノッチ制限ともになし、多分入場編とかもあれ攻略も出してやってるからね、まあ相当な腕をしてると思いますけど、僕攻略を見ながらあれ入場編やってるからね、まだ簡単にやってるけどね。マニオクの街もうあれだな、あーダメだ、分かんない、信号230、あもう停車なんだ、やべ230、あーこれスピード遅かったな、反応するの遅かった、信号230西ブレーキ反応が遅かったもん、はい、停車場接近福山停車2番線B 表あり終点岡山です。信号170、岡山か、信号70、信号70、Passengers going to the Sanyo and Fukuen line, please change trains here at Fukuyama. Thank you. まあ、あの旅情編のポイント操作、ここで右行く左行くとかって全然わかんないじゃないですかね。まもなく福山です。攻略本見ながらじゃないと、あれやる気になんない、僕なんか。2番乗り場に止まります。お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。福山の次は終点岡山です。ああ終点なんだね、岡山行きなんですね本当に。
初代電車で号の京浜東北線なんかね、終点横浜横浜って車掌さんが言うんですけど、2番乗り場ご注意ください。電車入っております。横浜終点ないから、横浜行きってないですか。あるとすれば、まあ豊富な雪か磯子雪かっていうところなんですけど、ちょっと早いかな、この辺でしょ、スピードで、ね、あと15秒、あと10秒、4秒もくれてたんだ。福山停車。ブレーキが慎重すぎるのかな。ドジメメツ。でもスピード違反しちゃったからね。かなり減点食らうと思いますけど。福山です。福山。21点。福山です。まあ、でも点数甘いね。ご乗車ありがとうございました。かなり甘いです。まあ、合格点60点だし、ね、あ、通過岡山か。2番乗り場のぞみ号岡山行きが発車いたします。はい、発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。どの重から行きのり270、黄色い線までお下がりください。ドア閉まります。ご注意ください。はい、信号70、こっちね、点でね、で、出発進行、福山発車、停発、福山新倉敷間、旅行ノッチ制限確認、旅行ノッチ制限共に無し。15号か、自分は何の動画上げたんだ。ああ、 A3 電車やってんだ。ああ、三電車すごい、ね、あと三電車やってんだっけ。ああ、そうだ、難易度プロフェッショナルにしてやってんのに、よし275、285。しかし第1ストーン上がっちゃうと、もうほぼ長いダイヤしかないから、これもちょっと先が思いやられる。出ればいいけどね。ちょっとあの特急難しいんだよな、プレステ2版ね。まだね、やってないゲームがたくさんあるんでね、ジェットで行こうも結局やってないしな。なんかドラクエファンさんだったかな、ドラクエファンさん、なんか去年なんですけどね、8月中に1本動画上げますみたいなこと言ったような気がするんですけど、全然やってないから、ね、
には勝ちになってるな。停車場接近新倉敷通過上り本線。あ、下り勾配急にしとくか。プロフェッショナル2でおなじみの瀬戸大橋線。ああ、岡山止まった、岡山止まるもんね。で、270の お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。停車場接近。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。停車場接近、岡山停車3番線 B 表あり、信号170。信号170。信号70。信号70。鉄扱いにしてくれてくれてんの。まあまだまだ先は長いんでね。まあのんびりやっていきますね、新幹線に関しては。まあ休みの日にちょっとずつやっていくっていう。特急だよね、超特急っていうのがね、厄介だよね。プレステ2版やるってのは、ウィーバーまだいいんだけどな。なかなかあれ、金星取れないやで。よっぽどミスなく、ミスゼロで無難ね。停止位置だよ。3番乗り場ご注意ください。電車入っております。停止位置16確認よし。信号30。6秒遅れても OK にしてくれるからね。停車定着閉じ目気分的には楽です。はい、テイク感想派ということでね。で、エンディングが始まってそこから評価ですね。ということで、まあじゃあこの辺でマイク切った方がいいですね。じゃあ合格点かどうかだけ見ましょうか。まあもう分かりますけど、
岡山です。はい。岡山です。ご乗車ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。